なんだよ兄ちゃん、俺は今吹き矢の練習で忙しいんだ、邪魔すんな。なんか怒られた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。てことで、人間の姿に戻ったんよね。大丈夫、あなたならきっとムジュラの仮面を取り返せるはず。そっか、ムジュラの仮面を取り返さんといかんのよね。てかこれはまた、今はいつだ今はいつ、初日、あの歌を奏でて戻ってきたんよね。ってことは今まだ初日か。あと71時間しかありません。時は永遠ではないのです。時間を大切にしてください。まあ初日71時間、でもこの曲を知っとる限り私は永遠に、あれ、でも待って、ちょっと待って、どういうこと。オカリナは、あ、オカリナはそっか、取り戻したんか。オカリナは取り戻して渡したんよね。もうなんかよくわからん、何がどうなんや。私は信じてあなたをここで待っていますよ。ほっほっほ。あ、オカリナ持っとるね。こっから町に行けるんやっけ。そんな仮面だったんだ。あ、そっか、この子も一緒に戻ってくるんやっけ。スタルキッドのやつ、仮面の力に頼ってあんなことするなんて。とにかくあいつを何とかしなきゃ。トレイルの言っていた沼、山、海、谷っていうのはきっとここから四方に分かれる場所のことを言っているんだわ。だけどそこにいる人って一体誰のことかしら。あれやない、なんか、何やった、なんかさ、四賢者みたいなのなかったっけなんか時のオカリナの時にそんな感じの話をしよったような気がしなくもない。そのゴロン族の長とか、なんかゾーラやっけ、族の長とか、そういう感じのやつじゃない。あの子ったら肝心なところがいつも抜けててさっぱりわからないわ。まあ長じゃなかったかもしれんけど、なんかその中でのなんかヒーローみたいなやつを何集めんといかんってことかな。こうなったらその場所に行くしかないわね。まずは目の前の門を抜けると沼のある地方に出れるわ。まずはそこから行くわよ。目の前にある門、あれ、あ、そっか、人間の姿やったら吠えられんのや。人間の姿じゃないといけんかったとことかできんかったこととか別にないんかな。とりあえず一旦ぐるっと回ってみよう。てかできればさ、マップが欲しいな。やっぱマップ、あ、てかあれは、あのデクナッツの姿やったらさ、あの仲間には入れてくれんかったけど、人間になったけん今なら仲間に入れてもらえるんやない。そんなことないんかな待って、どこからだ、こっちからか。いや、なんかそういうのもありそうじゃない。君だね、ジムやったっけ。なんだよ兄ちゃん、俺は今吹き矢の練習で忙しいんだ、邪魔すんな。なんか怒られた。でもあれはあれか、デクナッツの姿じゃないと。デクナッツの姿じゃないとあれは割れないのか。あ、上に来れた。ちょ、待って待って待って、さっき上まで登れたやん。勢いが必要なんか。あそこからさ、なんかシューって滑ってきて、ジャンプして切りかかるみたいなことはないかな。クソ、上がれねえ。ってかさ、またあの大妖精、あ、そっか、人間の姿になったけん、いろいろと、吹き矢自体変えるんやないん、もしかして。あ、ただお金がないな。お金がないよ、ちょっと集めよう。まあ、要はあれよね、時間がってなったら、もう時を戻せばいいだけってことよね。ちょっとこっちじゃなかった、ここや、ここ。シャッシャッシャッシャ。あれ、なんかさ、なんか一気に吹っ飛んだ葉っぱが。ため切り、ため切りじゃない、
回転切りみたいなんできんかったっけ、リンクって。は違うな、これか。お、これやな。とりあえず B で剣、ジャンプはジャンプ。はあ、これで盾が構えれる。 R ボタンで盾。こっち C ボタンの左右は別に何もないんか。 C ボタンは上だけか。ふんふん。十字ボタンは特に何もないな。ふんふんふん。3ルピーしかないんやけど。その走る時の音めちゃくちゃ間抜けなんだが。あ、そっか、あれじゃない、コッコ連れてったらさ、ジャンプできるんやないん。コッコってどこ、なんかこの辺におらんかった。でいい。あ、すごい、ジャンプできる。ジャンプできるってことは、なんかこれでさ、今まで行けんかったとことか。あ、すごい。うわ、渡れる。めっちゃ渡れるやん。いいよ。何もないところで、何もないところで一人でジャンプすることはできんけど、どこかに向かおうと、ねえ、なんか宝箱あった。イエーイ。やっぱそういうのあるんやね。何今の。超突撃戦かった。銀ルピーを手に入れた。1個で100ルピー。結構嬉しい。100ルピーやったやん。イエーイ。お。でさあ、どこやっけ、これは何屋さん。そっちじゃない。そっちじゃ、あ、これか。ここがなんか、何で、あれ違うな。ねえ、どれで話しかけたらいいんやっけ。これか。あ、そっかそっかそっか。あれか。Z ボタンだな。日替わり遊戯場、ハニーとダーリンの店。あ、なんか違うかもしれん。ちょっと待って。ねえねえ。お客さんのようだよ、ハニー。お客さんかしら、ダーリン。あれ ?100 ルピーあったんじゃなかったっけ ?99 しかないよ。1ルピーどこ行った？だけど見たところゴム袋を持っていないようだよ、ハニー。あら、それじゃあ今日は遊べないわね、ダーリン。ゴム袋がいるのか。ボムってことは違うのか？まあ、ボムでも投げつければ、あの風船は割れる。こっちは？なんか吹き矢っぽいのなかったっけ？どっかに。ここか？ここ射的かなんかじゃなかったっけ？坊や、腕に自信があるなら遊んでいかねえか。1ゲーム20ルピーだけどな。一応じゃあちょっと。弓どこで買うのね。弓。お店がどこかもわからねえや。弓。この辺とかお店かな。宿屋鍋釜って違うな。ここはミルクバーラってご利用案。違うんだよ。私は弓を買いたいんだ。そこは何、蝶々凍って。あ、違う。あれあれ、いらっしゃい。何探してるの。左右で品物が見れます。妖精、勇者の盾、赤い薬。いそっか、空き瓶とかなんか重要やったよね。デクの実、デクの棒。ねえ、矢しかないやん。弓は、弓。え、爆弾屋じゃなかったん？爆弾売ってないやん。え、そういうことじゃないの？え、待って。これ勇者の盾やろ？ね、今持っとる盾は何なん？ちょ、待って。どこや？ここか。
今もさ盾持っとるよね。これは何の盾？勇者の盾やん。じゃあ別にいらんわけやね。ねえ弓は？弓。わしの道具の歴史、持ち非売品。持ち非売品じゃなくてさ、配ってよかったんかな。あ、かかしくん。よ、ベイベー。ほら、ナイスな楽器を求めてさすらう小粋なかかしだ。あ、このかかしあれやん。楽曲を教えてくれるやつやろ。ベイベーが望むなら、時間を忘れて夜までダンシングだ。いや、時間は忘れちゃダメなんだ。シャルウィダンス？てかもう夜になったんじゃないかな。まあ、でも一応あれか、一旦、ハイにしとくか。戻せるしね。おー、いやー、そんなら時間を忘れてレッツダンス。え、めっちゃ懐かしいやん。曲。やれやれ。最初の夜、あと60時間。おー、いやー、どう？あっという間だったろ？ほら、まだまだ元気いっぱい。ベイビーが望むなら、時間を忘れて朝までダンシングだ。あ、これもしかしてあれ？曲を教えてくれるんじゃなくって、何？なんて言うん？時間経過、時間経過が必要なイベントとか、そういう時に、これで時間経過早めてもらうっていうやつ？いらんわ。お、ソーリー、そいつは残念。それならベイビーが作った曲をオラに聴かせてくれよ。ちょっと適当に作るよ。うわ、なんか不協和音な感じ。あう、おいや、なかなかナイスな曲だったぜ、ベイベー。よかったんや、それで。ところで、この世の中には時を思ったように変えられる曲があるらしいな。だからそれをさっき弾いたんだよ、私。オラが聞いた話じゃ、その曲を逆さに演奏すると、時の速さをゆっくりにできたり、一つの音を2回ずつ演奏すると、半日時間が進められる。え？やっぱり曲を教えてくれるんや。でもヒントだけってこと？あとは自分で？一つの音を2回ずつ演奏する？すべての音じゃなくて？半日時間が進められる。そんな曲があるらしいんだが、オラはベイベーの聴かせてくれたさっきの曲がお気に入りさ。またオラに会いたくなったら、どこかでさっきの曲演奏してくれよ。じゃあな、ベイベー。あ、消える？あ、消えた。消えた。え、待って。で、さっきの教えてくれた曲はやっぱ追加はされてないけど、今2曲分ヒント教えてくれたよね。待って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 。え、要は、この、何、時の歌を、その、アレンジして、ここから派生の2曲があるってことよね。これ逆さにすればいいって。時の流れがゆっくりになるって言ったっけ。ってことは、下 A 右、下 A 右ってこと？ちょ、一旦やるね。下 A 右、下 A 右。おー、できた、なんか。時の逆さ歌を奏でた。時の流れを今より遅くしますか？あ、じゃあ、するするする。へぇー。で、あとは、一つの音を2回重ねる。どの音のことだ？ちょっと待って。ここにはさ、出してくれんの？ずっと覚えとかんといかんってこと？やめてよ、そういうの。絶対忘れるやん。絶対忘れるやん。なんなんそれ。やったらここに出てくれると思ったのに。で、一つの音を二回重ねるってなんだ？一つの音を二回重ねる？ってことはなんだ？右右 A 下。右右 A 下とかでいいんかな？そんなにはまらんか。ちょっと待って。え、違うな。なんなんやろ。わからない。とりあえず出ていきます。とりあえず出ていきます。何の音？あ、君？弓はどこで手に入れるんだよ、弓は。
え、何の儀式、怖いんですけど怪しい。てかこの辺全然出ていけんけどさ、あの正面の門からだけは出ていけるってこと？え、どこやったっけ？そこか。正面の門って言ったよね。ねえ、どうやって出るの？これ君、待ちなさい。この先の沼に何か用かい？夜は物騒だから、君のような子供を一人で外に出すわけには。剣。失礼。子供扱いして悪かったね。この先は沼のあるウッドフォールだよ。気をつけて。ありがとう。まあ、でもあれか。この、リンクたち、あ、夜に出るんじゃなかったかな。夜って多分、地面から敵で出てきたりする？あの骨みたいなやつ。やだなぁ。え、って何？どこって言った？さっきなんか言ってくれた？全然覚えてねえや。夜って確実に嫌な敵出てくる時間帯やん。いや、まじ、移動中に確実に夜は来るか。何あれ、敵？なんかハート。ねえねえ、そのハートってもらえる？え、どこ行った？え、いる？下？よっ。あ、いたいた。やったー、もらえた。で、沼どこ？あれは何？え？なんかすごく嫌な音がする。あー、そういう感じ？なるほど。痛いって。なんか思ってた感じの敵じゃないけど。いや、出てきすぎやろ。痛い、何？いや、今チャット呼んだでしょ？なんだよ、話せよ。待って、沼ってどこです？沼ってどこですかね？ちょっと出てきすぎじゃない？量多いんやけど。量が多いって。この辺の、あ、なんかおるな、地面に。うわぁ、なに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 、なんか岩っぽいの出てきた、岩っぽいの。くっそ、マジで多いんだが。あ、ね、ここに、なんかある。ね、なんかあるよ、これ。なに？ A。上、左、右、左、右。A、上、左、右、上、左、右。え？違う？ちょっと待って。もう一回見して。ちょ、見えないんだけど。A、上、左、右、左、右。あ、上がいらんかった。A、上、左、右、左、右。ふんふん。A、上、左、右、左、右。なんかルピー出てきたんだけど。え、そういうそういう感じ？ね、沼どこ沼？ここなんか上がれそうやった。てかさ、向きたい方向が向けないんですけど、私が下手くそなだけか。てか、エポナ欲しい、エポナちょっと。あ、あいつやっつけてハートをゲットしよう。マジ沼どこっつったよ。出ていい。これ以上。ん？あれは、これ切ったらなんかヒントくれるやつじゃなかったっけ？これこれ。いや。あと57時間49分です。あ、タイマーですか？あの、残り時間を教えてくれるやつなの？ねえ、沼がわからんねえけど。ちょ、あの、チャット。チャットや。あの、出てきてくれないでしょうか。あれか、一旦ちょっと戻って、兵士に話聞いてくるかな。